野中古墳。ウィキペディアからの情報です。野中古墳は大阪府藤井寺市野中三丁目に所在する古墳時代中期の古墳である。はいよ。あと 170m。これいつも来たら歩いてる道やな。これに間違いないでしょうけど、これね、見たことあんねんな。なんでだろう。ああ、わかりました、わかりました。あれやわ。ほうほう、37メーター。高さが4メーター。3メーターぐらいか。はい、ちょっと見てみましょう。これ見てみましょう、これを。野中古墳。墓山古墳の横にあるんですわ。そうね。ほんで、なんかどうも見たような感じや。横通ってますんやわ。ああ、だからね、初めてなかったですわ。はい、見てみましょう。いやいや。行ってないかな、言うてね。散々言ってたんですけどね、ちゃんと来てました。まあ、この中は墳丘の中は歩いてないんでね、横を通っただけなんで。5世紀ですか。結構大きい墓でございますよ、この辺の墳にしてはね。この辺はね、大型墳が多いからね。これやっぱり高中君の倍長かね。どうなんですかね。ちょっと上がってみましょうか。ほうほう、石が残ってます。おお、高いぞ。5メートルぐらいありますね。南に会長やったらどっちやね。分からんかな。こっちが南でございますけどね。面貌されましたか、完全に。全然分かりませんね。で、東西が60メーターぐらい幅あるかね。南北も、ね、東西で60メーターで、南北で50メーターぐらいかね。そこそこ大きな古墳でございます。いや、初めてなかったですわ。初めてと思ってね。一応ちゃんと横通って撮影はしてるかもしれないね、前の時。はい、ちょっと行きましょう。墓山古墳ちょっと覗いてみましょうか。せっかく来たから。これまっすぐ行けたかな。入れましたかね。